おはようございます。6月5日、時刻は9時14分です。今日も車の中めっちゃ暑いですね。まあ準備したら移動しましょう。はい、というわけで本日最初にやってきたのは蔵王温泉っていう温泉街になります。ここはスキーでも有名な場所ですね。で、こんな感じで旅館とかが立ち並ぶ風情ある温泉街になってます。今駐車場に車を止めたんですが、こう温泉街の周りも硫黄の匂いがすごいですね。とりあえず今奥に共同浴場が一つ見えてるんで、試しに1個入ってみましょうか。こちらが蔵王温泉上湯共同浴場かな。入浴料は大人1人200円。いや、めちゃくちゃ安いな。蔵王温泉の平均温度は47度、流量は毎分4000リットル以上。すげえな。泉質は切り傷や汗も健康増進等に効果があるみたいです。このポストみたいなとこに入浴料を入れるみたいです。じゃあ入っていきましょう。今私以外誰もいないんで、ちょっとだけ映そうと思います。脱衣場はこんな感じですね。鍵付きのロッカーとかはありません。そして浴室はこんな感じになってます。いや、非常に風情のあるレトロな共同浴場ですね。お湯の温度もちょうどいい感じでずっと使ってられますね。いやー、めちゃくちゃ気持ちよかった。いいお湯でした。で、共同浴場のすぐそばには大宮旅館足湯っていうのがあって、誰でも自由に使えるみたいですね。こんな感じで綺麗な足湯が設置してあります。いやー、いいですね。共同浴場の近くにはこんな感じでおしゃれな喫茶店っぽいお店もあります。なんか温泉プリンっていうのが有名らしいですね。さっきの上湯共同浴場から歩いて1分か2分くらいのところに下湯共同浴場がありました。こちらも入浴料は200円です。いやー、皆さんすごいですよ。水路の水が全部温泉のお湯なのかな。乳白色になってます。さっきの上湯共同浴場から、ここも歩いて 1,2 分くらいですかね、河原湯っていう温泉と河原湯共同浴場っていう温泉がありました。で、ここは足元自噴温泉らしいですね。足元自噴温泉って私、島根県の千原温泉ってとこしか入ったことないと思うんですよね。いや、珍しい温泉ありますね。で、共同浴場の方は多分湯船に浸かるだけで、こっちの温泉の方は多分体を洗ったりできる方ですね。さっき温泉入ったばっかりなんですが、この足元自噴温泉は結構珍しそうなんで、ちょっと入ってみようと思います。じゃあ入浴料を支払って入っていきましょう。お、また私以外誰もいないんで、ちょっとだけ映しましょうか。脱衣所はこんな感じですね。もちろん鍵付きのロッカーとかはありません。で、浴室はこんな感じですね。さっきの上湯共同浴場のお湯は乳白色で濁ってたんですが、ここは透明ですね。で、浴槽の底には木の板が敷いてあります。あと洗い場とかはないんでご注意ください。いやー、河原湯共同浴場めちゃくちゃ気持ちよかった。てか温泉の温度がめっちゃ熱かったですね。もう5分ぐらいしか入ってられなかったです。いやー、けど気持ちよかった。はい、というわけで蔵王温泉の共同浴場に2カ所入浴して、温泉街をぐるっと一周回って戻ってきました。いやー、めちゃくちゃ楽しかったです。で、本当は蔵王温泉って、皆さんネットで調べてもらったらすぐわかると思うんですが、大露天風呂っていうのが多分一番有名な温泉だと思います。で、今回はその温泉にはあえて行かないでおこうと思います。次に来る時の楽しみがなくなっちゃうんでね。で、温泉もう2カ所も入ったんで、これ以上温泉使ったら湯あたりしそうなんで、今回はここで切り上げようと思います。またいつか来た時にこうスキーとかをしながら大露天風呂を入るみたいな感じにしたいと思います。じゃあ移動しましょう。現在11時半くらいです。ちょっと早いんですが、今日は朝ごはん食べてないんで、もうお昼にしようと思います。このそばどころすぎってお店が有名みたいなんで、入ってみようと思います。
いやー、そばどころすぎ、めっちゃうまかったです。マヤそばっていうそばは聞いたことないんで、多分地元の名産品なんですかね。まあとにかく美味しかったです。じゃあ移動しましょうか。現在1時31分、宝珠山立石寺というお寺までやってきました。で、こちらのお寺は山の上にあるお寺で、なんと1000段の階段を登らないといけないそうです。で、先ほど駐車場に車を止めたんで、今から登っていきましょうか。で、この階段は1000段あるらしいんですが、まあ私は熊本県でね、3333段登りきってますんで、まあ余裕でしょう。階段を少し登って見えてきたのが立石寺の根本中堂というお堂です。いやー、立派なお堂ですね。根本中堂でお参りしてきました。じゃあサクサク進んでいきましょうか。根本中堂のすぐ隣には比叡神社があります。こちらが立石寺の登山口、あちらで料金を払って階段を進んでいくみたいです。こちらが案内看板になっていて、さっきいたところが根本中堂ですね。そこから少し歩いてきて、ここからが本格的な階段のようです。いやけど見どころめちゃくちゃありそうですね。料金は大人1人300円。料金支払ってきました。じゃあ階段登っていきますか。いやー、それにしてもなかなかいい雰囲気の参道ですね。こちらの参道は修行者の参道っていうみたいです。こんな感じの参道ですね。こちらが蝉塚、奥の方にはこんな感じで巨大な岩壁があります。しばらく進んでくると仁王門が見えてきました。いやー、時期外れですが紅葉綺麗ですね。この先が奥の院ですね。先に奥の院行きましょうか。あっちの奥の方に見えてる岩場が修行の岩場といって、名前は釈迦峰みたいですね。今では修行者以外の登山が禁じられてるみたいです。階段を登り始めてからだいたい30分ぐらいで奥の院に到着しました。結構いろいろ見るところがあったんで、こう1000段の階段って言われても割と余裕でしたね。こちらが奥の院のお堂になります。っていうか、よく昔の人はこんなとこにお堂なんか作りましたよね。奥の院から少し進んできたところに、こちらが重要文化財の三重松塔。何やら岩がくり抜かれて、中に三重の塔が収められてますね。ちょっと見えにくいですが、朱色の三重の塔が中に入ってます。まあこんだけ厳重に囲われてるってことは結構重要なものなんでしょうね。こちらが行慶山寺記念殿といって、大正天皇が山寺に行慶なされた際の休憩所だったそうです。それとこの休憩所がある場所からの景色がめちゃくちゃ綺麗ですね。で、この場所からだとさっき見えていた修行者の岩場ってところがよく見えますね。あそこに木のはしごがかかっていて、もしかして昔はあのはしごを渡ってあっちのお堂みたいなところに行ってたんですかね。まあ修行で死者が出たとか書いてたんですが、まあそら人も死ぬわな、あんな危ねえの。こちらが開山堂と五大堂、立石寺を開いた慈覚大師のお堂だそうです。あの岩の上にある小さな赤いお堂は農協堂といって、立石寺で一番古い建物だそうです。五大堂のすぐそばには展望台みたいな場所があって、ここからの景色がめちゃくちゃ綺麗ですね。まあ、なんだかんだ階段1000段も登ってきたんで、まあそりゃ高さもありますわな。まあ今は6月上旬っていうこともあって、こんな感じで新緑が生い茂ってるんですが、これ秋とか冬になったらまた違う景色が見れそうでいいですね。いやー、こうやって遠目から見てみると、あの赤い農協堂ってめちゃくちゃ危ないところに立ってるんですね。なんかあの岩がかなりひび割れてるんで、地震とかあったら崩れそうですね。まあ一通り見て回ったんで、そろそろ下山しましょうか。はい、というわけで階段を下ってまた立石寺の下の方に戻ってきました。で、ここを左に行くと、まあ、駐車場があった根本中堂の辺りですね。で、右に行くと山寺駅方面、さっきの駐車場があった辺りは結構飲食店とかお土産屋さんが多かったんで、一回駅の方まで行ってから歩いて戻ってみましょう。通り沿いには旅館やこんな感じの軽食屋さんもあります。
それとこの辺りには無料の駐車場がなくて、だいたい300円から500円くらいで、まあ、近くに停めれるパーキングがありますんで、車で来られた方はそちらに車を停めるようにしましょう。通りを歩いてみた感じ、結構蕎麦屋さんが多い印象ですね。板蕎麦っていうのがこの辺りは有名なのかな。通りを歩いて駐車場の方に戻ってきました。で、まあ、なんだかんだ階段登って疲れたんで、この山形の道の駅とかでめちゃくちゃ見るこのパインサイダーっていうのを買ってみようと思います。山形パインサイダー買ってきました。いただきます。なんかパインサイダーっていうよりはデカビタみたいな味がしますね。けどうまいです。さすがに全部は飲みきれないんで、あとは移動しながら飲もうと思います。じゃあ出発しましょう。現在4時4分、天童市にある天童公園っていうところまでやってきました。で、今来ているのが Google マップ上だと人間将棋盤って表示される場所ですね。こちらには将棋の駒のモニュメントが置いてあって、2000局万来2018、1会場で行った将棋の最多対局数ギネス世界記録達成って書いてあります。2362局将棋を打ったらしいですね。すげえな。まあ、ぶっちゃけこの場所はこんな感じで特に何もない原っぱなんですが、私が好きな漫画の3月のライオンっていう漫画があるんですが、その漫画の中でこの人間将棋盤っていうのがね出てくるんですよね。で、まあ一度それを見てみたかったんで今日来てみました。人間将棋盤っていうのがこれですね。インターネットで検索してもらったらわかるんですが、毎年4月だったかな、この盤を使って人が将棋の駒になりきってこう対局をするみたいなイベントが行われてるみたいで、まあいつかそれも見てみたいですね。で、人間将棋盤はこんな感じでちゃんと数字が振ってあって、まあ人間将棋をやる駒役の人たちが自分の動きが分かりやすいようになってます。人間将棋盤から見えていた階段を登ってくると、こんな感じで王将って書いた駒のモニュメントが置いてあります。で、階段の上から見るとこんな感じで将棋の盤の全体図がよく見えますね。じゃあそろそろ行きますか。なんか天童市も温泉が有名みたいなんで、最後にどっか温泉入りに行きましょう。現在6時50分くらいです。ちょっと道の駅で動画編集作業してました。で、今日のお風呂は天童最上川温泉ユピアっていう温泉にしようと思います。ここに案内看板があるんですが、東北最大級の露天風呂が自慢の温泉だそうです。入浴料は大人1人350円。マジで山形って温泉安いですよね。まあ、入っていきましょうか。館内はこんな感じになってます。お土産コーナーも充実してますね。いやー、ユピアめちゃくちゃ気持ちよかったです。350円で天然温泉はずるいですね。いやー、本当に山形はいい温泉ばっかりですね。この後なんですが、洗濯物が溜まってるんでちょっとコインランドリーに行こうと思います。で、コインランドリーに行って道の駅に行って編集して寝るみたいな感じです。まあ今日の動画はここまでにしておきましょうか。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。